頭悪いんだから、あいつ。私なんかを助けるのよ。生体端末。逃がさないわよ。見てなさい、京四郎。あのくらい私だけで。動くな。そんなことはどうでもいいわよ。間違ってはいないけど。いいけどね。気象情報なんか今さら隠匿できないし。なるほど。どうもぼーっとしてると思ったら、応援を呼んでいたってわけね。ったく、性別まで擬態してくるなんてね。悪いけどその体、調べさせてもらうわよ。
指定個体発見。再スキャン開始。機能不全確認。修正不能。排除開始。機能不全排除。ちょっと追いつかれるわよ。それ私が重いってこと？それを食らうわけにはいかないのよ。このまま寝てなさ。ここでマーカーの反応が消えてるわ。戦闘の痕跡。イリューダ、やっぱり生体端末と接触して。了解。私たちはどうする？でも反応消えてるのにどうやって？タラ？もうちょっと丁寧に扱いなさいよ。怪我に響くのよ。ちょっと何するつもり？私を助けたのよ。わからない？どういうことよ。不能ってあんた、わけもわからないのに盗塁から私を助けたっていうの？やってるわね、あんた。いた！なによこれ！あのね、あんたたちと違って人類の大半は都合のいい体をしてないの。もう。スティルスーツかせめて医療キットがあれば応急処置くらいできるのに。ちょっとあんたどこへ。待ちなさいよ、あんたを逃がすわけには。
この待ちなさいってば。本部に連絡しないと。仕方ないか。本部の番号は？これだから機械はもう、あれじゃあ私を追尾もできてないだろうな。最悪だわ。もう何なのよ一体。あんたのせいだからね、ヘッポコ教師郎。ヘッポコで頭悪くて何の役にも立たないくせに、無駄に前向きでいつも私の足引っ張って、大体なんて人の言うこと素直に聞けないのよ。私なんか、もうわけわかんないわよ、あいつ。日が暮れたか。動けるようになるまでこのまま待つしかないか。この あんたに言われなくても薬剤浸透パッチ、あんたこれをどこから。それ倉庫に備蓄されていたやつじゃないの？
そう。それで私を手当てしたわけ？そうだけど、なんであんたがそんなことをするのよ。恩返し？何よそれ、わけわかんないわよ。は？まあ戦おうとしたのは確かだけど、それがなんで恩返しになるのよ。排除？ちょっとどういうことよそれ。機能不全ね。なるほど。でも私は別にあんたを助けようと思ってやったわけじゃないわよ。それはそうだけど、実際にそこまでやるやつなんて人類にもそういないわよ。たった数時間の間に随分情報を集めたようね。そんなことまでできるんだ。らしいって、前から気になっていたけど、あんたって自分が何者なのか分かってないの？間違ってはいないわね。どうしたのよ。自分が何者なのか確かめられた割には浮かない表情してるわね。あのね、あんた頭悪い？どのようにも何も自分がエルシドだって理解したなら仲間のところに戻ればいいでしょ？だったらその本体のところに戻ったらいいじゃない。自分を取り戻したことを伝えて、また端末になりなさい。そうすれば、本体はあんたの情報を元にして攻撃してくるでしょうよ。まあ、迎撃されるのがオチだろうけどね。つまり、機能不全だと判断されたら、覆せない。何よそれ！あんたは自分を取り戻したんでしょ？機能不全なんか修復すれば。だから何なのよそれは。あんたたちエルシドに感情ってものはないの？かわいそうじゃない。だが何よ。あんたには感情がある。でもそれはあんたの役割上必要だから付与されたものかもしれないってわけ。
特別ね。まあ見た目だけじゃなく感情まで持たせて人類を模倣した個体なんて初めてだし、特別なのは確かよね。何を、一応認めてやってるんじゃない。こうして見ると外見は人間とほとんど変わらないし、ハイブリッドが多いこの場所なら普通に街を歩くこともできるわよ。よかったじゃないの。そうね、あんたがどれだけおとなしくしていたとしても、いずれ探索網があんたをいぶり出すわ。そして、悪かったわね、あんたをエルシドと認めて。じゃああんたはこれからもエルシドとして活動するつもりなの？リンクが切断されてるんだっけ？なんでよ。あんたが伝えた情報に価値があれば排除の判断が覆ることだって。人類も大概だけど、それ以上に融通きかないわね、あんたたちって。嫌な社会だわ。でもそれじゃあなおのこと、これからどうするのよ。あたしに聞かれても困るんだけどな。ま、せいぜい考えなさいな。あたしでよかったら話し相手くらいにはなってあげるから。敵よ。でも、あんたは私を助けてくれたでしょ。その恩は返さないとね。そう、恩返しってやつよ。人類の娘って、私にはイリューダっていう名前がちゃんとあるんだけど。そう、ちゃんと覚えなさいよ。よし。で、あんたの名前は？個体識別くらいはされてるんでしょ？あ、そう。じゃあ、あたしがつけてあげようか。名前がないとあたしが不便なのよ。それに、いつまでもあんたじゃ恩人に悪いでしょ？そうね、じゃあピャートでどう？あたしの生まれた国で数字の5の単語をもじったの。まあ別に深い意味があるわけじゃないけどね。って随分簡単に決めたわね。いいの？それで。ええ、ピャート。
付き合ってあげるから考えなさい。雨が止んだのはいいけど見つからないね。それが全然、回収部隊の捜索も難航してるみたい。うん、と言ってもまだ民間のネットワークは混乱してるから情報がなかなか揃わないのよね。民間のセキュリティや監視カメラもこういう時はバカにならないもんね。その辺の情報あればもう少し。待ってて、回収部隊の情報と。あっ、イリューダの端末の反応すごく微弱だけど間違いないわ。静かに、できれば動かないで。ごめんね清志郎君、でも本当に微弱な出力なの。多分非常用のコンデンサを使ってる。回収部隊に使ってる機材じゃよっぽど近くまで行かないと拾えないわよ。これ私のセンサーが最新式ですから、と。一称号出たわよ。港湾地区の配送庫、ここからならフルコネクトして全力移動すれば10分かからないわ。はいはい、了解。フルコネクト